はい、ただいまね、梅田阪急の鉄道模型フェスティバル2023に来ております。こんな感じでね、中身を歩いているわけですが、おや、あれは、あれは、あれは、シエモンさん。お、あ、どうもどうも、こんにちは。何してるんですか。いらっしゃいませ。いやいやいや、ちょっとね、どうもどうも、かっこいいな。はい、これがあの、なんか謎のパスを押しましたけど、いやー、なんとかできて、ツイッターで拝見してましたけど。あ、本当ですか、ありがとうございます。いいですね、ここここがかっこいいですよね。かっこいい、かっこいい。行ったことないんですけど。そうなんですか。なんかでも、行かれたことあるっていう噂は。僕はね、あの、昔行ったことあるんですけど、はい、でね、いや、うん、そうなんです。一番苦労されたところはどこですかね。一番苦労されて、いやー、まあ、大きいんで、家にあると、ね、まあ、場所取りますよね。これが家にあったら、そうなんですよ。結構ね、このね、海の色がね、結構この夏の海、夏の海感出したいなと思って、ね、あ、ここがね、全体があの JR 西日本さんのブースなんですよ。僕のブースではなくて、JR 西日本さんの、まあ、今年の目玉というと、はい、あの新しい地下ホームができて、あ、はい、海来た、で黒潮だったり遥かが止まるようになって、あ、まあ、南にも行けるようになって北にも行けるようになったっていうのが、まあ、ポイントということで、あ、そしてこちら南の情景とパンタ黒潮で北の、そして北の情景、こっちもいいですよね、この時期。なんかね、涼しげなね、まあ、トワイライトもう走ってないですけどね。いえ、それでもいいですね。これ、ライト点灯してますけども、はい、これはモーター抜いてるんですか。モーター抜いてます。こっちも、どっちもモーター抜いてます。なるほど、あ、こちらもですね。ちょっと、じっくりと、あ、もうぜひぜひぜひ、はい、ライトがね、こちらがパンダがね、ちょっと ついてるかな。ついてないかもしれない。あ、いけたいけた。こちらは、トミックさん、加藤さんの奥が加藤で手前がトミックスですね。奥が加藤で、こちらがトミックスさんですね。なんかね、座席の向きが各社で違うんですね。あ、そうなんですね、はい、知らなかった。新宮向き、あの加藤の方は新宮の方向いてるみたいですね。はい、はい、これでも新しくオーシャンアロー出ますけど、オーシャンアローは京都向きの座席になってるみたいです、ね、新宮向きはこっちですね。イルカを先頭にすると座席が全部逆になるっていう。なるほど。これどう思いますか。どう思いますか、イルカさん。ちょっと考えてほしい。どう思いますか。なって思いますけど。皆様。はい。まあ、いうことで、あ、そうなんですね。これは紀勢線の岩城。あ、そうですね。岩城みなでの間です。ですよね。まあいいな、こうはいい感じ。夏の感じがね。夏の感じがしておりますが。で背景は青にしてくれたんで、ちょっと空感があっていいですね。このバックです。バックが、あ、いいですね。先に見てたらね、ここ、あ、いいですね。この感じがね、確かにいいのね。ここも青なんで、なんかいいなぁ思って。あ、実際はね、こっちから見ることってあんまないと思いますけど。そうですね、模型ならでは。ここまで入っていいんかな。あ、いい、大丈夫です。はい、いうことで、これいいですね。波の情景もなかなか。そうなんです。ちょっと今回はあの、はい、カタログの写真館をちょっとイメージしたくて、カタログのジオラマ感、あ、はい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 、もう売ってる材料をそのまま使うっていうのが一個裏テーマであるんですけど。ありましたね、はい、この辺もほぼ色入れしたぐらいで。色入れしたぐらいです。こんなに変わるんですね。でも画線ってやっぱり外資塗ると変わりますよね。あ、確かに、うん、全然違うなと思って。線がね、張ってたらもっと精密なのかもしれないですけど、あ、まあでも、まあ、そこまでやってない。うん、いや、全然いいですよ。おお、かっこいい、かっこいい。見たかったなぁ。ということで。さあ、で、これがお決まりのカットですね。結構高いんですか、あの高いそのところ。そうですね、結構高いですね。だからこの辺から上になるんで、結構危険っちゃ危険な場所ですかね。言うていいかな。はい、まあまあ、はい、ちょっとそんな感じで。でもすごい、見ただけで、あ、こうやって分かります。ああ、よかったです。はい、実際に行かれたことがある方にそう言っていただけると、よかった。それとこちら南稲城の、あ、そうですよ、南稲城ですよね。
この辺が南今城のホームからの位置なのかな。あれホームから狙ってるんですね、撮影スポット。こんな感じですね。こんな感じになります。で小さいトンネルの向こうに北陸トンネルが。北陸トンネルね。これってあの新幹線が延伸して敦賀まで行くようになったら、はい、もうここはサンダーバード走らないんですかね。走らないですね。走らないですよね。あその北陸トンネルももう特急列車は走らない。そっかそっかそっか。ということで、うん、まあ、そういう面でも貴重な。今やな、いや作るなら今やなと思ってここにしたんですけど。まあ、この、 あの、ね、動画も作ってはって拝見させていただいたんですけど短いやつ、なかなかあの軽いタッチがいいですね。このトンネルの向こうにさらにトンネルが見えるっていうのが、ね、なんかね珍しいところですか。いいですね。あすごい、いやうまいですね、撮影が。いやいやいや、やっぱさすがですね。いや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 、あお上手。いあとこちら上は、この上はあのモデルシーダーさんのものなん で、 なんで、ね、私のではないんですけど、はい、いやね、こちらはこっちはね、あの僕じゃないんですよ。脱線してますけどね、山本アナウンサー。アナウンサー、あ本当やこれね。直してあげましょう。杉山さんが復旧されております。山本アナウンサーも味方にしなダメですから。あお願いします。あもうぜひぜひ、はい、ぜひぜひって何がぜひぜひか分からんけど、ね、触られちゃうんでね。あの感じいいですよね。これいいですよね。キャッキャ言ってる感じ、キャッキャ感じね、真似できないですね。あの トークショー僕見てたんですけど、さすがさすがプロっていう話での、全然乗れへんな。ホームのところやからなかなか難しい。これでもこのジオラマもあの YouTube で拝見してた。あそうだそうなんですか。あの前 お家の一角にお部屋に山本電気鉄道。いやでも愛情がめちゃくちゃこもってますねこのジオラマは。この密集感がいいですね。密集感がね。はい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 。はい、壊れてなかったらいいけど。あですね。もっと奥に。阪急阪神。ということで、こちらが山本、ML テレビの山本アナウンサーのジオラマになります。あ僕は全く関係ないんですけど。はい、ということで、あります。でですね、こちらがちょっと、まあ、あの奥まった向こうが阪急のね、シティスコープスタジオさんのマジリさんのね、マジリさんという方のジオラマがこの奥にあってですね、こちらちょっと奥まったところになるんですけども、あのぜひですね、こんな感じでちょっとね、奥まったところ、そうなんですね、奥まったところにあのありますので入って右側って感じですね、はい。この動画はちなみにいつ公開されるんですか。この動画はそうですね、今週中ぐらい。あ、今週中。29日にですね、はい、ワークショップがありまして。あ、はいはいはい。ねえ、すごく心配なんです、お客さんが来るから。あ、じゃあ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 、もう29日まで絶対出します。無理せんとってください。はい。29日にあの、はい、加藤のジオラマ素材を使って、そうなんですよ、はい。ワークショップがあるんで、うん、ぜひ。あぜひもうお越しください。ここで販売される。そうなんですよ。なんかね、はい、あの各回定員はあるんですけど、うん、6名様で定員があって3回転刺すんですけど、モニターに手元を映してこう見れるようにするので、はい、あの立ち見とか観客的に見ていただけると盛り上がってる感を出していただけるとありがたいという。わかりました。じゃあ皆さん来てください。あの上田阪急、本店さん、はい、上田阪急さんの、ここは9階催し物広場になります。そうですということで、鉄道模型フェスティバル2023重本さんのブースでございます。ありがとうございます、はい、いやありがとうございました。また来てください。ではあ僕エンディングですか。さよなら。